ウキサア赤は、里芋科の赤の一つであり、極めて単純で小さな植物体を持つ水草からなる。植物体は、茎と葉の区別がない洋状体とその仮面から生じる、根からなるが、根をかくものもいる。小さなものは1ミリメートル以下であり、 イカンタバ植物の中で最小の種を含む。ほとんどの種は水面に浮かんでいるが、水中に生育する種もいる。特殊な形態をしているため、独自の浮草化に分類されていたが、系統的には、サトイモ科の中に含まれることが示されており、サトイモ科の一赤とされるようになった。浮草赤植物の総称として、浮草ということもあるが、種としての浮草を指す場合もある。また、 普通名詞として水面に浮かぶ水草を指す場合もある。浮草は水面を漂って生育するため、一箇所に生活の場を定めない不安定な生き方を浮草暮らしなどと表現することもある。極めて単純化した小さな植物体を持ち、基本的に茎と葉が分化していない、養状体とそこから生じる根からなるが、根を描くものも少なくない。養状体は、 長径0 3 0ト、mm、ル、普通扁平な東卵形であるが、下面が膨潤しているものや、コンボ状、線状の種もいる。洋状体には時に16本の脈があるが、これを書くものもいる。普通洋状体表面に不規則型の気候が存在する。洋状体には時に通気組織が発達しており、浮力を与えている。周酸カルシウム結晶を含むことがある。 養状体の表面は緑色であり、裏面も緑色、または紫色を帯びる。根を持つ場合、養状体の下面から1から21本の根が生じている。根は根毛を描き、先端は根脳で覆われる。いかん束は同管をかき、仮同管も脈やおしべの花と、 一部の種の根に限られている。脈や根、出芽脳内の新たな養状体は、養状体の基部から、長短の1、3ほどのところにある節から生じる。1A 浮き草1ビット、休眠をつけた浮き草 1C 高軌草表面、裏面 1D、ウルフィアコロンビアな養状体左右に2個または基部に1個の、出芽脳を持ち、ここから、新たな養状体を形成して出芽状に増殖する。 新たに形成された娘用状態はしばらく、親用状態についたままで、これを繰り返して、軍隊を形成していることも多い。出画能の,の基部は時に、臨辺状の構造で囲まれている。一部の種では、根を描く小型の娘用状態が、澱粉などを貯蔵して、休眠目となって推定に沈み、生育不適期をこれで過ごすことがある。ニアールる胃キク草、花をつけた、養状態2ビット。 高菊さ、花をつけた、養状体、花に C、ウルフィアコロンビアナ、養状体表面の穴中に花があるに D、ウルフィアコロンビアナ、一個のおしべと、めしべからなる花質がのう、または、養状体上面のくぼみに一個の花をつけるが、ほとんど花をつけないことも多い。花は花碑をかき、1、または二個のおしべと一個のめしべからなる。花は、時に、膜状の構造で覆われている。 普通死性戦熟であるが、おしべめしべが同時に成熟して自家受粉する種もいる。おしべは短い花糸を持ち、約は2花粉脳、または4花粉脳からなる。小胞子形成は連続型。約壁は中間層を描く。タペート組織はアメーバ型。 花粉は三細胞性。表面の液芯は棘状。メシベは外見的には一芯側性。下中は短く、中等は逆月状であり、液滴を分泌する。脂肪上位で一出、一個の肺子を含む。肺乳発生は細胞性。果実は薄く乾燥した、ひれ回性の果皮が一個の種子を包んだ放火である。種子は蓋を持ち、しばしば、 縦バラがある。浮き草や高菊草において、ゲノム塩基配列が報告されている。またいくつかの種では、葉緑体 DNA 塩基配列が報告されている。浮き草赤の種は、世界中に分布しており、特に温帯から熱帯域に多い。故障や水路、水田など、淡水の止水域、または、緩い流水域に生育している。三栄光浮き草によって、 水面を覆われた池3ビット。水中のヒンジも3シーコブ白鳥とは大きくさ。続多くの種は水面に生育しているが、水面直下や完全に水中に生育する種もいる。いずれも土壌に根を張らず、浮遊している。そのため、無機栄養分を水中から吸収する必要があり、一般的に不栄養の水域を好む。浮き草類は一部の水鳥などの動物にとって、 重要な食料となる。浮草赤の種はいずれも活発な栄養繁殖を行い増殖速度が極めて速い。そのため、食用、有用動物の飼料、バイオ燃料、栄養塩の除去、 重金属など有毒物質の除去、毒性試験など様々な応用を目的とした研究が行われている。未人工菊草は東南アジアで食用とされることがある。また浮草は不平と呼ばれ、生薬とされることがある。浮草赤の種は茎と葉が分化していない、養状態など極めて得意な特徴を持つことから、独立の浮草科として分類されていた。 ただし、肺発生の形態的特徴などから、浮草科は、里芋科に近縁であると考えられ、同じ、里芋目に分類されていた。さらに20世紀末以来の、分子系統学的研究により、浮草類は、系統的に里芋科の中に含まれることが示された。そのため2020年現在では、浮草類は、里芋科の中の浮草科として扱われる。里芋科の中では、 ギムノスタキス赤水場ア赤が最初に分岐し、次に、ウキクサ赤が分岐したものと考えられている。ウキクサ赤には、五族40種ほどが知られている。ウキクサ赤の中では、ウキクサ族が最も複雑な植物体を持っており、系統的にも、最も初期に分岐したことが示されている。これに続いてヒメウキクサ族、アオウキクサ族の順で分岐し、 根を描き最も単純な植物体を持つウルフフュラとミジンコウキクサ族が単形統群を形成すると考えられている。また、ウキクサ類をウキクサ科として扱っていた際には、根の欠如など極めて単純な体制を持つウルフフュラとミジンコウキクサ族をミジンコウキクサ赤とし、それ以外の属を含むウキクサ赤と対地することがあった。 しかしこの意味での浮草赤は明らかに側系統群となってしまう。ありがとうございます。